こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはバブルスピン。綺麗なスタートを切りました。シリック前に行きそうです。バブルスピン、それに続いています。さらにはメローマッハ、12番フレッシュアドラーブル、その後ろ先頭に戻りましょう。シリック先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から先手を取ったのはシリック、すぐ後ろにミアマリー、黒の帽子シェルトーク、その後ろその外にメローマッハ、さらにはマッハソロン、グラスワンダー、いい位置です。フレッシュアドラーブル、すぐ後ろ内からはクロスベール、緑の帽子ビクトリービーナス、その後ろその外にグルメガール、さらにはステートリック、その後ろにマックスサウンド、最後方にジャストイナフハート。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。メローマッハ、2番手はマッハソロン、グラスワンダー交代、グラスワンダー大丈夫か。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メローマッハ先頭、差はほとんどない。2番手はメローマッハ、残り 200m、 先頭はシリック、メローマッハ必死に追います。シリック粘る、グラスワンダー迫る、一気にグラスワンダー、シリック、シリック1着、2着にはどうやらグラスワンダー、勝ったのはシリック、見事な勝利です。こちらアメリカのオークローンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アンサーライブリー、これは好スタート。タレントマックス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくタレントマックス行きました。続いて前へ行くのはスティーブン・ガット・イーブン、さらにはアンサーライブリー、10番コンサート・ビューティ、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはタレントマックス、8番トゥーザビクトリー、2番手を追走しています。その外からカリズマティック、その後ろにアンサーライブリー、並んで3番セイクリッドアルテミス、スティーブンガットイーブン、この馬もこのグループ、エターナルファクト、すぐ後ろ、すぐ後ろにランドリード、オレンジの帽子アースエース、その後ろすぐ隣にクイーンアルデル、その外からグリーンウィンズ、内からはローズマーシャル、最後方にラシアンマイヤー。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番タレントマックス、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。アンサーライブリー、タレントマックス2番手に控えました。トゥーザビクトリー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアンサーライブリー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー、もう一伸び。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー、1着、2着にはどうやらアンサーライブリー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トゥーザビクトリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。オリエンタルコング前に行きそうです。リレイズ、それに続いています。さらにはビッグジャグ、11番コナゴールド、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはオリエンタルコング、青の帽子リレイズ、その後ろその外からシャープエア、名声オペラ、好位をキープ。
オレンジの帽子、ホットガード、その後ろ、その外にビッグジャグ、ヤングミサイル、そのうちに続いています。その後ろにブラウンカウンター、さらにはダイヤモンドキャスト、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。コナゴールド、リレイズ、ほとんど差がありません。オリエンタルコング、3番手、名声オペラ、B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコナゴールド、その隣からはリレイズ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはリレイズ、名声オペラ抜けた。リレイズ追いすがります。名声オペラもう一伸び、名声オペラ、名声オペラ1着、2着にはどうやらリレイズ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。名声オペラ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ノーブルバイオ、これは好スタート。キクノウイン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアブクマポーロ、花に立ちます。その後ろからはキクノウイン、この馬も上がっていく構えです。さらにはノーブルバイオ、4番光ルーファス、その後ろ鉄の戦国王、後方から前に戻りましょう。キクノウイン先手を取りました。1番アブクマポーロ、2番手を追走、すぐ後ろにノーブルバイオ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。1番人気のアブクマポーロ、現在先端に取り付いています。アメージングレース、前走は人気を裏切ってしまいましたが、今日はどうでしょうか。前に戻りましょう。先手を取ったのは光ルーファス、間が空いてアメージングレース、先頭は依然として光ルーファス。2番手のアメージングレース、先頭を捉える勢いです。キクノウイン、3番手アブクマポーロ、 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は光ルーファス、アメージングレース続いています。キクノウイン、その後ろ、その外からは織姫ブーケ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったノーブルバイオ、ノーブルバイオ先頭、あと 200m、 ノーブルバイオ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。アブクマポーロ迫る、最内から一気にアブクマポーロ、ノーブルバイオ、ノーブルバイオ1着、2着にはどうやらアブクマポーロ、見事に勝ちました。ノーブルバイオ、アブクマポーロ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠のエトワールクロス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。 AM オペラ王、前に行きそうです。ファインブルー、それに続いています。さらにはエアグルーム、12番マイネルフルーツ、その後ろ。では前の方から見てみましょう。 AM オペラ王、先手を取りました。その外にファインブルー、ピンクの帽子成田マイヤー、その後ろ。内からはプリンスセンサー、ブラックタキシード、そのうちに続いています。黒の帽子エアグルーム、その後ろ。すぐ隣に東海パルサー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のアドマイヤベガ中段につけています。 AM オペラ王、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から。 AM オペラ王、先手を取りました。これに続いてプリンスセンサー、 1000m を通過しました。少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは AM オペラ王。さあ、先頭は依然として2番 AM オペラ王、成田マイヤー、ほとんど差がありません。プリンスセンサー、3番手アドマイヤベガ、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ、先頭はエームオペラ王、間が空いてプリンスセンサー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エームオペラ王先頭、残り 200m、 エームオペラ王先頭だ。残り 100m、 アドマイヤベガ抜けた。2番手はエームオペラ王、アドマイヤベガ1着、アドマイヤベガ完勝、アドマイヤベガ1着、2着は微妙です。これが絶対王者だ、アドマイヤベガ。